ジェイス・ジョーダン・ヘッドリーは、アメリカ合衆国コロラド州、エルパソ群ファウンテン出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。愛称はヘッド。2005年の MLB ドラフト2巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。2007年6月15日にメジャーデビュー。同年は8試合にメジャーで出場した。マイナーでは、AA 級サンアントニオ・ミッションズで121試合に出場。 打率330.20本塁が78打点を記録しテキサスリーグの最優秀選手とパドレス参加の最優秀マイナー選手に選出された2009年は156試合に出場しメジャーに定着主に左翼手として出場したが9月にケビン・クーズマのオフがふくらはぎを痛め離脱した際には三塁手として出場シーズン終了後 クーズマノフがオークランドアスレチックスへトレード移籍したためヘッドリーは本来の守備位置である三塁へ復帰2012年は31本塁打を放つとともに115打点でナショナルリーグ打点王のタイトルを獲得打者振りのペトコパークで51打点を記録し同球場の年間最多打点記録を更新した2014年1月17日に パドレスと一年契約に合意した。この年パドレスでは77試合に出場して打率、229,7本塁打、32打点、4盗塁の成績を残した。2014年7月22日にヤングアービスソラーテ、ラファエル・デ・ポーラとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。同日のテキサス・レンジャーズ戦の真っ只中に合流し、8回裏に、 代打として遺跡後発出場した。同点の延長14回裏一死1.3類の場面でニック・テペッシュから左中間へのサヨナラアンダを放った。オフの10月30日に FA となったが12月15日にヤンキースと総額5200万ドルの4年契約で再契約した。2015年出場停止が解除されたアレックス・ロドリゲスが戦列に復帰したが、 主に指名打者を務めたため、三塁一種のレギュラーは、ヘッドリーが務めた。この年のレギュラーシーズンでは156試合に出場したが、打率、259.11本塁が、62打点、オプス、693という成績に終わった。この年の守備自己最悪活動人のリーグワースト3位となる23失策を喫した。 2016年も三塁手のレギュラーとして140試合に出場したが、打率251、14本塁打、51打点に成績に終わった。一方で、守備面では全140試合で10失策、守備率974だった。2017年は三塁手の他に、一塁手で45試合、指名打者で14試合、二塁手で1試合出場した。 2017年12月12日にジャバリ・ブラッシュとのトレードでブライアン・ミッチェルと共にパドレスへ移籍した。2018年は開幕から27試合に出場して打率。115.4打点という自身の不信やクリスチャン・ビアヌエバの台頭もあり、5月12日にリーフ、17日に自由契約となった。パドレス自体は他選手と同様に本拠地。 ペトコパークと敵地での通算成績には大きな差があった。所属した8年間で本拠地では打率243、35本類がオプス703なのに対し敵地では打率286.52本類がオプス804となっている。ありがとうございます。